板倉光ラ板倉光バ、板倉三ラヒカリ1912年、大正元年11月18日から2005年、平成17年10月24日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍少佐。福岡県小倉市、現、北九州市出身。三人兄弟の次男。当初は画家を志していたが、 関門海峡を通過する連合艦隊の美しさに魅せられ海軍兵学校に志望を変更したという。旧制福岡県立国倉中学校より海軍兵学校の第61期に入校した。卒業席時は116名中7位。少尉候補生時代には問題児として名を馳せ、遠洋公開時には始末賞8枚という記録を作った。一方では、 誰もが調査を諦めた訓練時のトラブルの原因を根気よく調べ続けてついに突き止めるといった功績も残している。1935年昭和10年少尉任官。戦艦不走乗り組続いて従順洋艦最上乗り組この時第四艦隊事件に遭遇するまた上陸時の帰還時刻にルーズな高級士官の行場に行き通り 酔った勢いも手伝って帰還してきた、艦長サメ島ジュ大佐を殴りつけ、サメ島大佐の恩情で、過労死じて従順洋艦、青葉への転勤で済まされている。この間に潜水艦死亡の意を固める。1936年、昭和11年中位昇進、イ68号潜水艦、空母、加賀、駆逐艦、木更木で勤務。木木で、をいは、 佐世保で入院を命じられたものの、ビールを瓶1ダース飲んで感知を確認、第59回演用公会に練習官、薬も主任指導官付として乗り組み、ただし、よって薬もの来客用用食器をすべて叩き割る騒ぎを起こし、共感不適とされる。1939年、昭和14年、囲後合戦水管を経て、水来学校高等科学生を主席卒業。 三34号潜水艦勤務の後、1940年、昭和15年潜水学校をつ主学生。卒業論文では、潜水艦の防水対策をテーマとし、区画ブローを中心とした効率的なダメージコントロールを提案した。これは後に高く評価され、潜水艦の応急処置として、正式採用されている。その他にも上官が、お前のような、 強情な部下は初めてだと言われると、失礼ながら、あなたのような人が、上官にいては、今後の潜水艦作戦がダメになると言い放ち、大目玉を喰らうなど、逸話も多い。潜水学校を卒業の後、1941年、昭和16年11月、以降第169潜水艦、水雷長兼分隊長、その後、専任将校として、12月8日の、 真珠湾攻撃に参加。駆逐艦攻撃に失敗し反撃され損傷。その後防戦網にかかり、海底に沈下、小海底にも発見されながらも、毎一発で真珠湾を離脱した。1942年、昭和17年1月には、ミッドウェイ方面で、通称破壊20時、ただし戦火に恵まれず、ミッドウェイ島の米軍基地を砲撃後日本機関。 同年5月、ミッドウェー海戦の支援のため同海域に展開。7月以降、ヌメア方面をはじめとする、オーストラリア方面通商破壊作戦を行った。1943年、昭和18年3月、潜水学校講師学生を経て、以後第176潜水艦艦長に就任。だが、着任前に、ラで、デ、1 7 6船が、 米軍の必要な爆雷攻撃により損傷したため、日本まで開港後、同4月に戦艦長。5月には、化合作戦、アリューシャン方面の戦いのために、アリューシャン方面に向かい、キスカ輸送を2回、及び、撤収作戦、アダック島付近での気象通報に3この時体内で発生した水難事故を契機に、艦内の酒をすべて処分しようとして、乗員と共に、 館内の酒を飲み尽くした。主演の間は、酒の飲めぬ上院に看板を見張らせ落水防止のために絶対誰もこうに出すなと言命したが、その等の板倉が看板に上り、部下に異常ないか、誰も看板に上がっていないな、と確認した後に、看板から立ち証弁をしている最中にバランスを崩して0度近い水温階に落下し気絶。見張り勤務の部下に救出され、 甲板上で、蘇生措置を受けて休止に一生を得た。板倉は、一生一代の大恥としているが、逆に、不死身のあだ名を立てまつられる。同年6月、調査昇進。10月以降はサイドアリューシャン方面にて、通称破壊戦に十字輸送戦一石撃沈、ただし米側に該当船,船舶なし。同年12月に41船に移り、 ラバウル方面での作戦輸送任務を命じられ、ラバウル移動を、途中で肉迫してきた B-24 の爆撃に対して B-24 に逆に帽子を触れと部下に命令することによって、味方と誤認させることにより回避に成功。1944年、昭和19年1月より4月まで、ラバウルで輸送任務。その間、スルミに1回、 ブーゲンビル島部員に3回の輸送を行った。部員への回数が多いのは、ぜひ41号船水艦をという第8、艦隊司令長官、サメ島具住中将。かつて板倉が殴った、最上艦長の立っての希望による、この時板倉はサメ島に、手土産として、ウィスキーを届け、サメ島は戦後その空き瓶を持って、日本に帰還。死ぬまで、大事にしていたという。 v ィミ輸送のキロには座礁の危険を犯して、嫌い原と島のわずかな隙間を通って、ラバウルに帰還している。さらに、ラバウル撤収における第7潜水船隊司令部要員をトラックへ輸送後、同年4月、内地に帰還。同じ任務に当たった潜水艦が次々と撃沈、または消息を絶つ中、これだけの成功を収めたのは、米軍のレーダー探知に対抗するため、昼間は、 水上構想、夜間に潜行という従来の潜水艦の警戒方法とは逆のパターンを取ったためと言われる。期間後は海軍が開発した水陸両用戦車特4式内過程を使った特攻作戦、竜巻作戦の支援を命じられるが特4式内過程の完成度が低く実用に耐えないと判明したため作戦は中止された。同年5月には アゴ作戦支援のため出撃、アドミラルティ付近をはじめ各所を転々とするが、戦火はなく、グアム島の富士に登場員を収容の後、6月に内地機関。同年8月、第1特別基地隊参謀県大津島、文献隊長。回転隊水雷参謀県指揮官として、発案者である黒木広中尉、意、西名関尾少尉と共に、回転隊の立ち上げにあたる。 その後終戦まで回転隊指揮官として訓練、出撃、整備など現場の管理統括を行った。この間、部下を死なせるなどの事故もありずっと、自らも出撃を希望し続けていたがついに叶わず、また、終戦時には、自決を機としたが説得されて、回転隊の戦後処理に当たった。戦後は防衛庁海上幕僚幹部技術部。 三菱重工業神戸造船所勤務。1963年、昭和38年4月、海上自衛隊潜水艦は、ヤシオの深々旅行みでは、経験を買われて、総艦を指導した。規律に厳しいものの、極めて酒癖が悪い人物で友人からも、主乱だと認識されていた。品事変の頃、板倉は、航空母艦。 カガの看板士官となっているが、当時のカガ管内は、激しい制裁や臨時により逃亡者や自殺者が出たり、乗組員が食料品を窃盗する、銀杯が大規模かつ公然と行われるなど、海軍艦艇の中でも特に風紀が乱れていた。横須賀在泊中には、高級将校が、艦内に芸者を呼び宴会を催すことさえされていた。こうした状況を、板倉は改め、彼が、駆逐艦、 木更木に転勤するために、加賀を去る際には、加賀上院たちは涙を流して、別れを惜しみ、ちぎれんばかりに帽子を振りながら見送ったと著書には、記されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。